はい、吉田と言います。今回神経科学の話をしに来ました。なんか下にサブタイトル書いてますけど、あんまりこれ意味ないので見ながらにしてください。神経科学の話をするんですけど、こう全論はこの若手の会見を僕初めて行ったのが今年の3月ぐらいなんですけど、なんかこう結構さぞこう神経科学の人とこう機械学習の人が半々ぐらいいるのかなと思って行ったら、ほとんどエンジニアだったので、ちょっとまあ神経あ、いやいやいや、攻めてないです、攻めてないです攻めてないです、攻められるから大丈夫です。まあ、まあまあいいや、まあなので、ちょっとまあ神経科学を布教しに行きましたと言っても、僕もそんなに詳しいわけではないので、最後の方にもっと詳しくなるにはここら辺の文献を読んでくださいみたいなものをちょっと紹介します。まあ生物の話なので眠いと思います。僕も眠くなります、正直。まあなんですけど、まあちょっとそこを我慢してよければ今日読んでもらえると嬉しいですね。まあもちろん寝てても構いません。一応自己紹介、まあ、僕吉田といいまして、今東大の大学院の診療基礎生科学研究科とかにいます。で、まあ、機械学習とか計算の神経科学って、まあまあ、そうですね、そういうのに興味あるんですけど、ちょっと僕去年まで全然違うことやってまして、ちょっと医者をやってました。で、ちょっと病院にもまた勤めてたんですけど、ちょっとまあなる前から割ともう、こう研究をバリバリやりたいなっていうのがあったので、ちょっと路線変更してこっちに来ています。まあ趣味というほどの趣味はそんなないんですけれど、一時期マリオメーカーというゲームでこう計算機を作るということをやってまして、もし興味ある方、ちょっと今回時間がないので、後で聞いてもらえれば幸いです。その話してほしい。まあその話はまあ後でじゃないので、はい。まあ、ちなみにこれは、掛け算をするステージです。機械学習と神経科学の関係、まあ、神経科学なんて別に関係ないんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけれど、まあ、一応こう機械学習の技術、特に最近のニューラルネットワークとかだと、こう神経科学の知見からこうヒントを得て作られているこう機械学習のアルゴリズムとかがあったりします。まあ、知識付けのためのヒントも。で、一方でこう機械学習の言葉を使ってこう神経科学というか、まあ、脳みそが一体何をやっているのかということを理解するのに役立つというようなことがあったりします。まあそれぞれ、まあ、いろんな言葉があるんですけれど、こう一方の分野の言葉が一方の分野の言葉を一方の分野を語るに使われたりみたいなことが結構起きたりしています。で、まあ、今回というか、まあ主にこうどちらかというとこう下の矢印に興味がある人が多いと思うので、割とまあその脳のことをもしかしたらちょっとだけ知っているとちょっといいことがあるかもしれないよというような話、あるかもしれないと思ってもらえるようになったらいいなと思って、ちょっとだけ話をしに来ました。まあパーセプトロンってもう皆さん使って、まあ当たり前、今では当たり前になってますけど、これだと神経細胞の仕組みからアイデアを得たものですし、まあ縦横ニューラルネットワークってこう画像処理がすごくできるようになったネットワーク、これもまあ視覚やっていうところにあるの視覚情報するようなところのなんか知見からアイデアを得たようですし、あとまあなんか最近の話題だとプレドネットっていうなんかニューラルネットワークがあるそうなんですが、あるんですが、これもなんかある神経科学に関連したとある仮説からアイデアを得たりしています。あとまあ下に書いてあるなんかペーパーってロボって言いますよね、あれの感情のシステムとかも、まあこれ神経科学ではないかもしれないです、まあ、神経こう、まあ、体の生理学からヒントを得て作られていると言われています。まあ、この辺の話を、一応準備はしてきたんですけれど、なんかあんまり長くなってもしょうがないので、ゆっくりやろうかなと思っています。途中で切ろうと思ってます。できたので。はい。で、神経科学ってすごい広いんですよね。で、まあいろんな分類の仕方があるんですけど、まあ、よく言われるのは、こう、すごい、こう、ちっちゃな話から、すごい大きな話までいろいろあって、こう、神経細胞というのがあるんですけど、神経細胞の中で起きていることを分子的に見ようという学問もあれば、こう神経細胞がいくつか集まってどんな処理しているのかというのを考える分野もあれば、あとはもうなんか、神経細胞に集まった脳は何やってるのかっていうか、まあ、こうネズミをちょっと迷路で走らせて実験したりとか、こう MRI の画像を撮ってなんかこう、なんかこう、その人が何かやってる時に MRI の発動って何か言えないかとか、そういう、まあ、いろいろあります。まあで今回はどちらかというと左側の、まあ、割とこう
ミクロの話をしようかなと思ってます。でただまあ膨大、知見は膨大で、ちょっと喋っただけではもうそこに書いた髪の毛ぐらいの知見しか話せないんです。ずっ手書きツールですね、はい。まあ、脳といっても、まあ、神経科学って脳の研究なんですけど、脳って皆さんご自身あの生の脳って見たことありますか？ないと思うんですけど、ここの後その写真が出るんですけど、その苦手な人は目つぶっといてください。別にそんなにえぐいものもないんですけど、まあ、こういうのがあります。まあ、これ生って言っても本当にこう誰かのバッて開けてこうなってるっていうわけではなくて、こうなんかそう固定っていうんですけど、こう、このままの状態で放置してても腐らないようにするような処理をした後なんですね。でこれを輪切りにしてやって、でこうなんかこう一部を顕微鏡とか覗いてやって見ると神経細胞見えてくる、まあ、こういうの神経細胞ですね。まあ、神経細胞というものがいっぱい寄り集まってどんどん持ってきていて、これはまあ1905年にカハルという人が初めてスケッチした神経細胞のスケッチなんです。こんな形してます。で、まあ生物の講義とかってどれぐらい覚えてらっしゃるかというかちょっとわかんないですけど、神経細胞ってこういう、あ、ここでもう一つ言わないといけないことがありまして、今回いくつかの図を、まあ後で紹介するとある、ネット上の記事から書いています。そのネット上の記事が本当によくできているのでこの話しなくていいかなと思ってるぐらいなんですけど、あのそれは後でぜひ見てください。神経細胞っていうのは何してるかというと、まあ、ニューロンなんですね。ごめんなさい、機械学習の言葉で多少ちょっと僕は使わせていただきますけど、まあ、ニューロンみたいに何か情報を受けてそれを計算して出力するということをやってるんですけど、こう実物は何やってるかというとこんな形してて、こう左上の青い部分が樹状突起という言葉がついてます。でそこにこう情報が入ってくるんです。情報というか、まあ、実際に入ってくるのはイオンが入ってきます。でそれがこう、まあ、イオン、こうプラスの電荷を帯びたイオンが入ってきて、こう細胞の中のこう電位、外の中のこう 電圧の差、電位の差というのがこう上がってきて、それがあるところを超えて上がるとこう、まあ、これ今電位って言ってるのは細胞の中の電、なんだ、電圧の差、ちょっと分かんないですけど、まあ、電位っていうのが上がって、であるところを超えると1っていうのを超えるとこうバシーンとこう一気にこうめちゃめちゃ上がる、一瞬上がってみたいなとこ来て、それがこう赤い矢印に沿ってこう伝わっていって、なんかこの赤いの先端からこう、まあ、先端から次の神経細胞を伝わる。でこう赤い部分の、ところにこう配射して電位っていうのを直接測ってやることができて、そうするとこう左下みたいなグラフが計測できると、こう上にピンってなってるのが発火ってやつですね。発光ね、電位がある程度上がると発火というのが起きて、で基本的にはでこの赤い矢印の先に何が起きているかというと次の神経細胞のバトンを脱出するんですけど、こうさっきの発火っていうのが起きるとこう緑の矢印みたいにこう物質がわーって出るんですよ。まあいろいろあるんですけど、でそれがこう次の細胞の膜になんかペタってひっつくと、こうそこになんかこうなんかチャンネルっていうのがわーって開いてです。次の神経細胞にこうイオンが流れ込む、まあ、まあ別にこの辺の細かい話はなんか覚えなくていいんですけど、まあとにかくここでやってると。で、まあ、平たく言うと、まあ、神経細胞こうあってこうなんか発火してて発火すると次の神経細胞にイオンが流れ込むような仕掛けになってるわけですね。でそうするとそれに応じて、まあ、次の神経細胞も発火をするしたりしなかったりする。でまあ、発火率っていう、1秒間っていうか一緒の瞬間的にどれぐらいのスピードで発火してるかっていうのをこう取ってやると、なんかこう、まあ、なんかグラフがかけてこう、まあ、X1、X2、Y って書いてますけど、なんか雰囲気としてはこう X1 と X2 に適当に重みをつけて足し算して、なんかこうちょっと変換したら Y になるのかなっていう気がしてきますね。でそうして生まれたのが、まあ、こういう、まあ、イメージとしてはこういう感じがしてくる。なんかまた重みつけて足し算してなんか活性化関数と言われるものを通してこう次の発火率が書けそうだっていうような感じでこうインスピレーションを得て、結局まあ出てきたのがパーセプトオンだって、と思えばいいかと思います。まあなんか結局まあなんか足し合わせて
思いつきで足し合わせて、なんかちょっとこう変な変換感をして、それが出力になると。まあ、これが1957年のことですね。で、まあ、当時、そうか、学習の話を実はまだ全くしてないです。まあ、この後ちょっとしますけど、僕何分から喋ってましたっけ？35分ぐらい。わかりました。ってことは、まあ、00分ぐらいまでには終わればですね。はい。学習というのは、まあ、これ、パスプトンって、まあ、左側にこう上入力を与えてあって、右側に出力が出てくると。で、もちろん、その重みによって何が出てくるか変わるんですけど、重みをこう都合よく調節してやって、理想をこう求めている情報処理をしてくれるようにならないと困ると。で、まあ、機械学習の分野ではこう重みを、例えば、勾配法とか、なんとか、まあ、いろんなアルゴリズムありますね。まあ、勾配法で直していくわけですけど、まあ、逆、誤差逆伝播法というのがありますので、まあ、それを使ってこうビームを計算して修正してやると。で、ただ神経細胞の学習、じゃあ一方で神経細胞はどんな学習してるんだろうって話をちょっと今日はします。この逆、誤差逆伝播法というのは別に、神経科学からアイデアを得たものではないです。というか神経細胞、まあ諸説ありますけど、基本的にはバックプロパゲーションというのはやってなさそうと言われています。神経細胞の学習については、まあ最初に出てきて有名な仮説っていうのがこのヘッブさんっていう人、これこの人心理学者なんです。心理学者なんですけど、1952年にヘッブの仮説っていうのをこう、まあ、当時のいろんな実験もあれとか知見とかから取られてですね、こう A っていう細胞があって、それがこうなんか B っていう細胞にこう、つながっているというか情報を送れるような状態になって、まあ、投射してるっていうのをいう表現をしますけど、そういう時にちょっとこれ長いですね。まあ、元のこの人のこと、ヘブさんのことはそのまま訳してるんだろうんですけど、なんか A が B の地にこう近くにあって、でこう B の発火に A がこう絶え間なく参加しているときに、つまりこう B を発火させるために A のおかげで B が発火しているというような状況がこう絶え間なく続いているようなときに、こうまあ、成長過程あるいは代謝変化ってよくわかんない、まあ、よくわかんないことが起きて、B を発火させる細胞の一つとしての A の効率が高まる。実際には B にこう、伸びてるのは A だけではなくていっぱいいるわけですけど、そのなんだろう、 A から B への投射っていう行為重みっていうのはどんどん増えると、 A のおかげで B が発火するというイベントがいっぱいあると増えるんじゃないかって、これ仮説ですね、完全に仮説です。なんですけど、驚くべきことに20年後にこれが実際にこう、生物学的な実験、まあ、電気生理学実験で、まあ、さっきみたいに細胞に配慮させて電位を直接測るような実験で確かめられました。まあ、ざっくり言うと、まあ、同じ話なんですけど、まあ、A が発火すると B がちょっと反応すると、ここ一番のでなんですけど、2番みたいに A をこう人為的にズバババババってこう発火させてやると、まあさすがに B もこうズバババってこう出るんですけど、こうつまりさっき言ったようにこう A のおかげで B が発火してるという状況を人為的に作ってやると、そうするとその後何事もなかったかのようにもう一回 A を一発だけ発火させてやると、1番の時と同じことやってるにもかかわらずこう、なんか B の反応が良くなってると。でしかもしばらくこれ何時間か待っててもずっと反応がいい状態が続くと、これがこうまさにこうヘブの仮説仮説っていうのを確かめられて学習が起きているという、まあ、最初の初見ですね、73年、まあ、こういうのをまあ専門用語で LTP 括弧長期増強って言ったりします。別にこの言葉を覚えなくていいです。まあとりあえずこうこの仮説っていうのは本当にこう実験なしで偉いなと思います。でじゃあ脳にあるなんか一線をこの神経細胞がみんなこれやってるのかっていうと、別にそうとは限らないわけですね。でいろいろ見つかります。まあ生物学ってこう多様なものがあるのをこう多様であってそれでいいと受け入れるような不満なところもありますので、まあちょっと、まあ、多様で一般論がなくてつまんないって思うところもよくあると思うんですけど、僕も正直それつまんないなと思う節もあったんですけど、最近はちょっと寛容になって多様なのもいいことだなと思いつつ、
もうちょっとこの神経のやってる学習っていうのはいろいろ調べられてきてまして、こう A から B にこうしゃがると。で、A の発、まあ、A と B にこう針刺してやると、発火が継続できるんですね。で、まあ、最近は刺さなくても継続できるんですけど、まあ、この縦棒は発火なんですね、これ。まあ、こういう図をよく書くんですけど。で、A のおかげで B が発火したっぽいところっていうのはこうあるんですけど、こういうところですね。A よりちょっと遅れて B が多分 A のおかげで発火したの。で、逆になんか、このそうじゃないようなところもある、むしろ逆の順番で発火してるところもある。で、この発火、これも神経科学で分かってる知見、こういう学習則があるという知見があるんですけど、このスパイクの、スパイクっていうのはかなり見ていると思うんですけど、発火のことスパイクとも言います。同じです。発火のこの前後の順番が大事なんだという、法則仮説ではなくて、まあもう今知られてますけど、そういうのがあって、どういうことかっていうと、A の直後に B が発火すると、このぐらいちょっと見えないかもしれないですけど、横軸にこう、なんか発火の時間差っていうのが取ってます。もう数ミリ秒とかですけど。で、こう縦軸にこう A から B への効率、まあ、重みの変化っていうのがあって、こういうグラフが実験するとかけたんですね、とある、ところで計測したら。つまり A の直後に B が発火すると、こう重みが増えると。これさっき言ってたヘブの法則と相性いいですね。こう A のおかげで B が発火するっていうのが繰り返されてちょっと増えそう。一方で逆の順番で発火してると、実は重みがこう逆に減らされるっていうことがこう分かったりしてます。まあ、このスパイクタイミング依存っていうか、可塑性とか、SDGP とか言うんですけど、ね、この言葉も覚えなくていいです。ただ、なんかこういうのが知られてたりします。で、さらに、また多様だなって話をするんですけど、どうもこう発火の時間差っていうのがすごくこう、それに応じて重みが変わるっていう、ちょっと面白い法則が分かったんですけど、どういうふうに変わるかっていうのは、実は別にこのグラフがどこでも成り立つかって、そんなことはなくて、なんか。もうどこにある細胞を測るかとか、さらになんか生物種が違うとなんか変なのが見つかるようで、まあいろいろあるんですと、なんかいろいろ見つかってて対応ですね。もう最近の機械学習のニューラルネットワーク、そうですね。ニューラルネットワークってこう普通すべてのニューロンって同じ活性化関数とか使うと思うんですけど、こうニューロンごとになんかこう応答とか。点でバラバラだった場合ってどうなるのかっていう話はちょっと興味がありますね。こう話してるとか、まあね、詳しい人教えてください。まあ他にもまあいろいろあって、あと5分か、どこまで行こうかな。学習則がいろいろあるんです。この話は飛ばします。さらに何かいいですか。30分までいいでしたっけ。そうですね。はい。ちょっと気になるところ探します。すいません。わかりました。ちょっと話を飛ばして、一応というか CNN というか片目込みニューラルネットワークのアイデアにつながった話を少しさせてください。どうしようかな。この辺からやろうか。まあ神経科学ってまあいろんな実験あるんですけど、そのある神経細胞が何やってるかっていうのを調べるときに大体よく考えられるのは、その神経細胞にどんな入力をというか、まあ、与えたらよく発火するんだろうっていうのを考えるというか、それぐらいしか調べようがないからとも言えますが、そういう場合が多いですね。で、こう測ってると分かると、なんかこうネズミをその辺走らせていて、ネズミ走らせながらこう神経細胞を取ったりできるんですよ、最近の技術だと。で、そうするとネズミがある場所にいるときだけやたら発火する神経細胞というのが見つかったりしてます。特定の場所にいる、まあ、そういうのを場所細胞って言ったりしますね。プレイスって言って、まあ、何年か前のノーベル賞にこれを発見した人が確かこういうことです。他にもこう、まあ、目の視覚系のニューロン、視覚情報をするところに配置させて測ってると、なんか特定のなんか線分、特定の傾きを持つ線分表示されたときだけ、わーっと活動する細胞がいたりとか、さらにこう人が表情、いろんな表情してるんですけど、特定の表情したときだけ反応する細胞がいたり、さらに特定の人物を見えたときにだけ、あの、あ、
だけにっていうのはちょっとおかしいんですけど、特定の人物を見せたら反応するの細胞っていうのを見つかったりします。これもちろんそれ以外の時に絶対反応しないって保証は全くないですし、逆に適当に細胞を測ってこういうすごい、あ、この細胞これによく反応するんだねっていうこれを見つけられないこともしばしばあります、まあ、ですがこういうこともあると。で、視覚系の話をちょっとするんです、まあ、視覚系というのはこういうふうに知られていて、ここにあるニューロンにもやっぱりそれぞれこういうものによく反応するというのがいろいろ調べられてきました。どうやって調べるかというと、大体こう最初に調べたのはヒューベルト・ウィズムという1960年ぐらいの人、こういう実験ですね。猫を固定、あ、固定というのは動けないようにしていて生きてるんですよ。で、そいつにこう変化する、なんかこうブワーってあの深夜につけたテレビみたいな、まあ、こうなんか各ドットがバラバラしてる刺激を見せるんですね。で、ちょっとかわいそうですけど、開けてやって針刺して視覚野の神経細胞の発火を計測するんですね。なんか適当に細胞を。で、そうすると発火が取れるんですけど、発火した時に何見せてたかっていうのをこう拾い集めてきて、で、これ全部足してやるんですね。足してやるとなんとなくこう、この細胞がよく発火してる時にはここにこういうものが出てたっていうのが測れるんですね。こうやって測ります。で、そうすると例えばこういうのが取れたりするわけです。まあ、これはイメージ画像なんですけど、これどういうことかっていう、長方形がこう猫が見えてる視野全体だと思ってもらえればいいんですけど、なんか一箇所だけ明るいと、ここに何か光るものが来てる時に、明るいものが来てる時によく発火する細胞だっていうのがよくわかりますね、これ。で、他にもまあこれ全部イメージ画像ですけど、例えばこういうのが実際に撮れるんです。まあこれ実際、まあそうですね、この左下のが撮れたらその細胞というのは何やってるかっていうと、この絵があるところにこうなんか縦のなんだろう、ちょっと直接なんか ここより右側に白明るいものがあって、ここより左側に明るいものがない、なんか境界になってるような時にきっとこの細胞がよく発火するだろうということが分かる。まあなんかこれだと並べられませんの端境界みたいなのに反応する。で、そういう細胞もあるんですけど、まあ、所定の位置に所定のパターンがあるときにだけ発火するんですね。で、一方で、まあ、これ結構シンプルな話なんですけど、ちょっと変わり者の細胞もいて、何かっていうと、なんか、こう、左上に書いてる、ちょっと斜めになってるような、こう白と黒っていうパターンが、所定のパターンが所定の位置じゃなくて、なんか所定の範囲内どこでもやれば発火するっていうような細胞もいたりします。で、何がちょっと違うかっていうところに拡大してやると、その、まあ、どこにあっても反応するんですね。で、これはさっきと一緒じゃないかと思うかもしれないですけど、ちょっと本質的に違うのは、その、なんて言いますか、要するにここにあっても反応するんですけど、ここにあっても反応すると。で、2個目のここっていうのの黒い部分っていうのは1個目の白い部分に対応してて、なんていうか、この重なってる部分には白、1枚目の時には白、なんか明るいものが入って、2枚目の時に黒いものが入ってるんですけど、そのなんていうか、こう線形、ちょっと非線形なんですよ。別に白でも黒でもよくて、ともかく白でその左上に黒があるっていうようなものがどこかにあればいいと。ある種こう、なんかさっき1個前のスライドで見せたいくつかの細胞のなんかこう最大値を取るような活動をしてるんですね。で、そういう、これはもう前から知られてる複雑細胞で、そういうのに着想を得て、こうネオコグニトロンっていう、まあこれ福島さんっていう日本人が考えたものなんですけど、これすごくこう今のこう畳み込みニューラルネットワークに似てるんですね。どういうことかっていうと、まあ、この人がやったのはどういう気持ちでこんなのを作ったか、これ完全にニューラルネットワークの話ですよ。これ、まあ、さっき言ったようにこうコントラストを抽出したり、こう境界を抽出したりするようなニューロンがいるっていう知見に基づいて、コントラストを抽出したり、エッジを抽出したりするような、ニューロンっていうのをこう作って、手作りで作ってやって、でさらにそのなんか最大値を取るようなニューロンがどうもいそうだという知見を生かしてやって、こう今で言うブリング層ですね、マックスプリングって言いますけど、まあ広い空間、広い範囲の中で最大値を取るような活動をとっていくというようなものをこう実際に実装してやって、こう作ってやって、まあ、当時は、まあ、当時の
当時の機械学習の水準で結構、まあ、いろいろいい成績も出たようです。で、まあ、これ、あ、まあ、これ、まあ、こういうアイデアをもとに、こう、最近のパタミコニューラルネットワーク、パタミコニューラルネットワークを作った人たちも、ある程度、この資格屋の、を参考にして作ったと言ってますし、まあ、まあ、実は日本人も似たようなことやっていた、まあ、そういうような経緯があったりします。で、まあ、用意した話もちょっとあるんですけど、ちょっと時間もないなっていう、そうだ、ペッパーの話ちょっとだけすると、まあ、僕、ペッパーの話全然詳しくないんですけど、なんか、一応こう、人工知能に使えるって話してるんですけど、ほとんどこう、なんか、こう、ニューラルネットワークの話しか今日してない気がするので、こう知性を実現するのにこう記号処理的なアプローチっていうのも昔からあって、まあ、今ではこうワトソンとか、まあ、コグニティコンピューティングシステム、まあ、ワトソンとかなんかこう、まあ、トーロブ君とかもなんかいろいろいますけど、まあ、とにかくこうあと最近コンピューターの小説書いたりとかでもめっちゃおにぎりはですね、まあ、フィーバーしてるわけです。こうで、はい、この花吹雪特に意味はないです。で、まあ、ペッパーって僕何やってるか全然知らなかったんです。で、ペッパーってこれなんかこう人間らしく喋ったりできるロボットなんですけど、これ何やってるか僕全然知らなくて、だこの前 NHK の番組見てたらなんかとんでもない図が出てきて、なんだこれはって、これなんかペッパーの内部でやってる図らしいんですけど、これ拡大してみると左側にはまあこれ感情マップと呼ばれるものが出てるんですって。で、まあなんか感情がすげえ、感情がいっぱい並んでて、なんかこの辺に明るくなってて、なんか多分今ペッパーはこの辺の気持ちって意味なんでしょうけど、まあなるほどね、こういうものが内部にあるんだ、ふむって思ってて、右側見てみるとなんか物々しい単語がいっぱい並んでてドーパミン、ノルアドレナリン、コルチゾール、血糖値ですよ、セロトニンとか、これ全部いや、ペッパーって生き物じゃなくてロボットですよねってちょっと二度見したんですけど、これどうもなんかちょっとググって調べた限りだと、そのペッパーがどういう、そのなんでしょう、あ、このちょっと戻しますけど、これほらなんかこっちを見続けてる、頭触られちゃったとか書いてあって、こうそういう情報からなんか疑似的な、なんかホルモンだか神経調整物質だかのこうバランスが計算されて、それをもとになんか感情が更新されるらしいんです。この矢印で何やってるか僕全然わかんないんですけど、2個目の矢印、これを作った人、まあ、三好さんという人が多いんですけど、その人のちょっと PDF とかいろいろ漁ってると、なんかこういう研究結果になってきて、どうもこうどういうホルモンがどういうふうに感情に影響を与えるかっていう細かい表を全部こういろんな文献から調べてきて、でそれをどうも実装してやってるようです。まあちょっとこれもさっき前の話とはちょっと違うかもしれないですけど、ある種こう生態のシステム、生理学にこうを参考にしてペッパーっていうのは作られてるんだなということが分かりますね。はい。で、まあ一応最後にさらに神経科学、まあ、AI に活かせるかもしれない、まあ活かせないかも、まあ活かせたらいいなっていう、神経科学を知りたい方ももしいらっしゃったら、まずは何よりこの一番上に書いてきた人工知能アドベントパニコカズさんっていう方が今日いらっしゃる、今日いらっしゃったんですか、ね、1個前の、カジュアルトークで多分しゃべった方なんですけど、人工知能アドベント、あ、てかその方がその前回の時にも紹介してたやつだと思うんですけど、これ僕もあれでそれで知って全部読んだんですけど、あの非常におすすめです。あのキータにまとまってます、ね、25個1人で全部記事書いてるやつですので、ぜひ読んでください。で、あとまあいくつか本、別にこれだけじゃ全然ないんですけど、いっぱいあるんですけど、紹介しておくと、まあ、神経科学の入門書でちょっとこう工学系とか理工系の人よりに配慮して書かれているものとして、こう、メカナタルの学問、理工学系科の学問というのを紹介しておく、あ、そういうのがあります。上の方は今持ってるので面白いで、あと神経科学の そこら辺を読み終わったらぜひこれを読めって多分書いてるんですけど、神経科学の定番の教科書ってのがあります、まあ、これは分厚いですけど、まあ、本当に定番なんですね、まあ、いろいろ書いてます。ベアホンスポンです、まあ、これ本の写真貼ろうと思って忘れてました、しょうがない。まあ他にもいろいろあります、うん、
まあ次の補助一応発表は以上です。お疲れ様でした。